クロトーネはイタリア共和国カラブリア州東部にある都市で、その周辺地域を含む人口約6万4千人の基礎自治体。クロトーネ県の県都である。イオニア海に面した港湾都市でギリシアの植民都市、クロトーンを起源とする。古代クロトーンはピタゴラスがその学派の拠点を置いた地として知られる。クロトーネはクロトーンと発音される。日本語文献では、 クロトーネのほか、クロトネとも記される。古代には、クロトーン、クロトナと呼ばれ、中世以後は、コトローネの名で呼ばれた。1928年、コトローネから、現在のクロトーネへの解消が行われた。イタリア半島の先端、カラブリア半島の東海岸に位置する。クロトーネの市街は、州都カタンザーロから東北東へ、約50キロメートル、コゼンから、 東南東へ約 79km、ターラントから南へ約 154km、レッジオディカラブリアから北東へ約 168km の距離にある。クロトネ県外略図隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り、紀元前5世紀の貨幣紀元前710年頃生まれたキリシアの植民都市、クロトを起源とする。 オリンピックなどで活躍する選手を輩出していることでも有名で、紀元前6世紀後半のギリシャ人選手ミロ論もその一人である。1994年、カタンザーロ県が分割されて設置されたクロトーネ県の県都と,となった。クロトーネには以下の分離集落がある。クロトーネを本拠地とするサッカークラブとして FC、クロトーネがある。 2020から21シーズンは一部リーグであるセリエ A に所属している。ホームスタジアムはスタディオエツヨシーダ。黒島に関するカテゴリー。ありがとうございます。